平和845、今日は、第7回でございます。で、今回と次回、マザー・テレサ。マザー・テレサのどこが平和とつながり、どういうところが偉大なのかっていうことを皆さんにお伝えできればというふうに思います。今理事長がマザー・テレサの、由来といいますか出身、お話ししましたが、資料ではですね、トルコの出身っていうふうにも書かれています。それはオスマントルコ、マザー・テレサが生まれた時の出生地がトルコの領域になっていたからだと思います。それで古くからよく言われている地名とすればギリシャの北のマケドニア、その北の方にルーマニアが広がってますが、マケドニアっていうのは昔アレクサンダー大王が出たところです。で、アレクサンダー大王の家庭教師がアリストテレスということはあまりにも有名です。それでテレサの活動の拠点はインドのカルカッタでした。で、カルカッタというところは、人口爆発ということで、有名です。人口が爆発的に、増えているところ、その人口爆発の原点と言われています。すさまじいですね、貧困、社会の矛盾、そういうものが渦巻いているところで、道に、裸で寝ている人、食べ物がなく飢えている人、インドは皆さんご承知のようにカースト制度というものが今でも根強く残ってますから、そういう中でその貧困の救済ということに、生涯をかけました。そしてマザー・テレサの偉大なところはですね、カトリック教徒、一番尊敬するのはカトリックっていうふうにも資料にはありますけれども、カトリック教徒でありながら宗教にこだわらないで、どの宗教であるかっていうことにこだわらないで救いの手を差し伸べました。で、宗教の偉大なところはですね、大体みんな宗教は神の前に平等って言います。神という言葉を使わない仏教でもですね、仏様の前でみんな平等だっていうことを言うわけですけれども、その宗教に属している人にとっては大変ありがたいことなんだけれども、その宗教から他の宗教に対してはもう憎しみを持って対立してきたのが人類の歴史で、ですからですね、宗教を原因とする争いっていうのは今でも世界中続いております。今イスラムの世界は世界とそのキリストのアメリカやイギリスを中心とするキリストの世界、これはイスラムの人たちは十字軍であるというふうに言ってますけれども、それだけですね、非常に宗教の対立っていうのが根が深いわけです。で、テレサはそういう宗教の枠を超えて、自分の信ずるのはキリストであるとしてもですね、そういうものを超えて、ヒンズー教であってもイスラム教徒でもあっても、命がけで救うことをいたしました。そしてノーベル平和賞を得て、87歳で亡くなりました。偉大なことはですね、ノーベル平和賞、なぜ平和賞なのかっていうことですけれども、そういう貧困だとか宗教の対立であるとか、その差別だとか、そういう
ものを超えた広い心で人間に接しました。差別だとか貧困だとか、あるいは宗教の対立であるとか、それが戦争の大きな原因でありますから、そういう意味で、マザー・テレサのそういう、まあ、無視って言いますかね、自分の欲を超えて、また宗教を超えての活動っていうのは、偉大な平和に対するその貢献をしたわけです。まあ、あの辺りはインドとパキスタンがですね、大変なもう争いをしているところなんですけれども、マザー・テレサはそのインドとパキスタン その指導者に、話をして、一時的に戦争を休戦に持ち込んだ、そういうこともあります。で、このレジュメの今日注目することの一つとしてですね、レジュメの丸に、必要とされることのない全ての人っていう言葉があります。マザー・テレサはどういう人たちに対して、救いの手を述べたかっていうことがここに書かれているわけですけれども、飢えた人、裸の人、家のない人、体の不自由な人、病気の人、それでその次に必要とされることのない全ての人、愛されていない人、誰からも世話されない人のために働くとあります。で、分かりづらいのが、必要とされることのない全ての人。これはですね、今相模原の事件を皆さんご承知でしょう。重度の障害者だとか、物を判断する力がない人だとか、そういう人は社会の役に立たないから、そういう人のために国が予算、血税を割いて福祉をするのは、世話をするのは無駄だからっていうことで殺した可能性があるんですよ。ヒトラーがですね、生きるに値しない命っていうことを言いました。で、生きるに値しない命っていうのがあるかどうかっていうことが大きな問題なんですけれども、で、ヒトラーは600万人のユダヤ人を虐殺しましたけれども、その前の前段階としてですね、重度の治る見込みのない精神障害者などを、殺しました。それが発展して、まあ、ユダヤ人の虐殺ということになるわけですけれども、果たして人間の中に、いろいろな人間の中に、生きるに値しない命っていうのがあるんだろうか。これは別の言葉で言えば、ここに書いてあるように、必要とされることのない人、社会から必要とされることのない、命、そういうものがあるんだろうかっていうことは、現代の私たちに突きつけられている問題でもあります。私が今死の川を越えてっていう小説を、その上毛新聞の中に、ね、上毛新聞に連載していきますけれども、ここでもですね、ハンセンの人、ハンセン病、これは雷病、昔は雷病って言われました。生きるに値しない命だっていうことでですね、ある時は生きたまま捨てられたり、あるいは閉じ込められたりしました。しかし、命というのは、人間の命っていうのはみんな尊いんだ、役に立たないから捨てるっていうんだったらば、高齢社会が今近づいていて、生産に参加できない高齢者っていうのは役に立たないからっていうことで、価値を軽んじられるっていうことにもなるわけですよ。そうじゃなくて、人間っていうのは全て平等で尊いんだっていう、そういう理念ですね、そういうことをしっかり踏まえることが必要で、マザー・テレサはそれを実践いたしました。87歳で亡くなりましたけれども、ノーベル平和賞の賞金は全て、カルカッタの貧しい人のために使われたということであります。皆さんも、一つの大切な教養として胸に刻んでほしいと思います。
それからこのマザー・テレサの下にちょっと誤植がありますので、マザー・テレサの写真のこの下に誤植がありましてですね、神、カッコの中の神の愛の共戦じゃなくて宣教社会です。これ議長とちょっとご相談してですね、これ何十枚かたまったら冊子にして皆さんが保存し、そして、皆さんの財産になるようにしたいというふうに思いますので、間違いに気がついたら皆さんの方からも言ってください。今日はここで終わりいたします。ご清聴ありがとうございました。